おはようございます。達人戻れそう。まあそこはね、通過点っていうか、まあ、そこに行けるかどうかで俺のプラスマイナスが決まるって感じですね、まあだから階級的にはね、まだマイナスなんですけどね。ローキ来た。ローキ久々に見たな、リアタイで。そう、ここで中村かよ、頼む、凡退してくれ。 OK、 ナイス。よし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 。あ、ローキだったらそう、A ランク何人かいるんで限界突破できるしね。あ、ヒット攻めて、よしナイス。さあ、さっきから落合がちょっとシングルヒット打ってくれてるからダイソーが出せまくるっていうね、よし。あ、ここで筒子。さあまず1球目、ここはフライになっています。ショートフライ掴んでアウト。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックス野村、頼む。ワンアウトになっています。あー、これ行ったかな、行った、行ったか。ホームラン欲しい、帰ってこい、帰ってこい。あー、行った行った行った、ナイス。よし、ここに代打せ、代打枠がちょっとね、ちょっと成功した。代打枠というか代走枠が、ちょっと待てよ。ここはちょっとダイソー野村さん出していきましょうか、さらに。さあここでマリーンズダイソーを送ります。岡林が、よし、そう、長打打てばね、もう帰ってこれるんでね、このくらいの足であれば。うわ、行ったか。 OK、 うまい。よし、この試合もろた、これはもろた。よし、これで5連勝いけるわ。いやー、ちょっとなんかあれやね、なんかめっちゃ勝てる。これはいけますわ。まあ、キャッチャーはね、最悪あいつがいるんで、坂倉が。よし、参りましたって言ってるから勝ったな、これは。相手もちょっと白旗宣言上げてるということで。で、坂倉にキャッチャーやらしといて、サード、まあ、安田とかに任せましょうか、ここは。よし。ここでマリーンズ守備を変えてきました。まあ、完全なる守備固め。バッターボックス、大山。坂倉はね、内野も守れるのが強い。さあ、援護点をもらってのその回のピッチングとなります。カープのキャッチャーとか使ったことないから、ちょっとね、赤いユニフォームが新鮮だ、これ。よし。これはサードライナー。バッターは六番野村。有原。よし。バッターを打ち取っています。やばい。やめてホームラン。ああ、まあでもシングルヒットでしょこれ。ナイス。ワンアウトランナー一塁です。バッターは七番に入っている坂本。まだ三点差あるんでねこれ。これは有原で抑えていきたい。有原で抑えていきますであります。スローカーブちょっと甘いか。でもねこれね、ファール。よしよし。遅すぎてね。ファールになるのがオチなんで。あ、ゲッツーって頼む、ゲッツー打つんだお前。よし、嘘、ヒットかよ。おい、超人来たんだけど。そう、あれファースト近本、嘘だ、嘘嘘、ちょっと待って、マジか。え、マジじゃん、やべ、ちょっと待って、考えてなかった。そっか、落合に代打出したのか、やっべ。あー、やっべ、や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 べ。まあいいや、とりあえずもう守備的でついてるやつがこいつぐらいしかいないから。ちょっと、やめてくれ。もう、しくったな、これは。まあ、近本左投げだから、まあ、ファーストに適してると思うけど、ちょっとやめてって。やめてくれ。ファーストにはちょっと打たないでくれ、お願いだから。うわー、やっべー、やばい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 、やべー、満塁になったんだっけ、嘘でしょ、ちょっと待って。しかもノーアウト、あ、やべー、何やってんだよ、ちょっとミスった、危ない、危ない、危ない、デッドボールもやめろって、本当にちょっとね、今ナーバスになっててさ、まあ、ここゲッツー取りたい、できればちょっとやめてくれ、本当にやめて、やめて。いやー、ちょっとフォークが打たれそうな気がする、さっきのあれ的に、IQ 的にやめてくれ、ちょっ
うわー、やみずくん、お前よりよってなんでファースト打っちまうんだよ。まずいぞ、ちょっとピッチャー変えるか。これ今ファースト取れたやろっていうか、まあしょうがないけどさ、やっぱ相手も気づいて、気づいたか、さすが今ので、今ので気づいたな。マリーンズピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面。やばい、これで俺の連勝が途切れ、あ、なんで押せてねえんだよこれ、やばい。うわー、うわー、ぜーおい、ごめんなさいじゃねえよ。おくだらん試合だった。あー、マジかよ。やっぱ内野枠もう一人いた方がいいな、今の感じだと。